どんなコンディションにも対応します。130回目のマラソンです。今その時を迎えました。パリオリンピック行きをかけた、その2枚のチケットをかけた戦いが幕を開けました。ちょっとスローペースが予想されたんですけれども、やはり経験のある川内選手が ねやっぱりこうなるべく遅くしないように、はい、レース引っ張ってますね。そうですね、これが130回目のマラソンになります。はい、さあ選手たちがこのトラックを2周をしていきまして、先頭に川内、川内がレースを引っ張る形でこの国立競技場を飛び出していって、外苑西通りへとまず飛び出していきます。前半は下り基調、スピードも出ていく中で、さあいいペースで川内が飛び出していきました。全61選手が夢をかけての戦い、 42.195km の戦い、ロードへと飛び出していきます。さあこのレース展開ですけれども、まあ、こちらも設楽さんに聞くしかないんですけれども、はい、同じような4年前と展開で川内が1人飛び出しました。これどうご覧になりますか？そうですね、まあ、最初はスロー展開だと思ってたんですけど、予想以上にハイペースですね。はい、高橋さんはどういうふうになりますか？はい、いやもうあの雨上等ですと本人もおっしゃっていたように、環境が悪いほど自分のレースなんだと、やっぱりこのペースメーカーがいないのを逆にプラスとして、自分が展開をしたいといった、まさにその言葉通りにはなりましたよね。であの前回はやっぱり25度から30度近く暑くなった天候でのハイペースでの設楽選手の入りとはまたちょっと違うのかなというふうにも思います。今手元の時計で3キロを8分50秒というところで、やはりこの2分56から57というのは、ね、非常にいいペースで設楽さん進んでますね。非常にいいペースだと思います。はい、そして相変わらず川内優輝ですが、2分59秒から3分ペースを刻んでいるという状況になっています。今7キロを通過していきましたが、諏訪さんいかがでしょうか？はい、ペースが、だいぶ落ち着いてきまして、はい、このまま行くんではないかと思うんですけども、一度後ろの集団が田口君がですね、追いかけ始めたんですけども、またちょっと開いているように見えますね。そうですね、これがマラソン130回目です。2010年の東京マラソン、13年ぶりの東京の雨だと川内優輝は話していましたが、それがベストレースの一つだと話しています。そして2018年のボストンマラソン優勝の時も諏訪さん雨でした。ですからこの雨が川内に味方をするんでしょうか？そうですね、もういいイメージしかないと思います。今川内先頭、7キロを通過しています。先頭の川内優輝、相変わらず快調に先ほど10キロを通過していきました。10キロ通過29分41秒、この5キロが14分57秒というペースでした。諏訪さん、相変わらずこの5キロから10キロ非常に強い雨が降っていて、アスファルトもかなりこう水たまりが、まあ、できるようなそんな状況なんですが、この快調なペースですね。そうですね、1人なので、はい、あの前の選手の水しぶきがですね、あの蹴り上げた時の水しぶきがかからないので、はい、あの走る位置取りとかも自分の思うようにできるので、今気楽に走っていると思います。はい、さあもうまもなく銀座4丁目の交差点を選手たちは右折してこようというところ、晴海通りへと入ってきます。そしてさらには内幸町、日比谷通りへと入って、その折り返しも迎えてきます。まずはこの川内が先頭で銀座4丁目を抜けていきました。そして後続との差がだいぶ高さ開きましたから、そうです、本人もちょっと気にしていましたけれども、本人はこの61人の中で自分の存在を知っている人はどれぐらいいるだろう、早いおじさんぐらいに思われているんじゃないかっていうことも言っていて、自分のやっぱり存在、自分は7分台を2回も出しているんだっていう力はどこかで出したいっていうことをおっしゃってましたから、はい、まあ、しっかりと存在を見せつけているんじゃないかと思います。手元の時計で24秒から25秒という差に広がりました。設楽さん、これどうご覧になりますか？まあ、まだ終えるタイムだと思いますので、まあ、これ以上離れてくると後ろも追っていかないといけないですね。まもなく日比谷の交差点を迎えるという川内優輝です。実はこのペースですが、この後15キロを通過していきますが、諏訪さん、あの鈴木健吾選手が持っている日本記録と、まあ、ほぼ同じようなペースで行っていて、そして前回の MGC、あの世紀の逃走劇、設楽悠太さんの記録を上回っているというペースなんですよね。そうですね、この雨の中で1人でこれだけのペースで行けるというのはすごいことですね。はい、それだけのハイペースで川内優輝が進んでいます。先頭の川内優輝、今この MGC の20キロを通過していきます。前回は
設楽悠太さんの逃走劇、そして川内優輝は今 20km を通過、1時間10秒というタイム、この 5km は15分26秒ということで、やはり大体3分5秒のペースに変わってきました。諏訪さん、まもなく小川町の交差点、また折り返し、これが3回目の折り返しということになります。この5キロ15分26秒かかったという、少しペースが落ちた、これは諏訪さんどうご覧になってますか？そうですね、ちょっと、やはりここまでのハイペースが効いていると思うんですけれども、はい、15分30秒切っている、ここ、残りですね、このペースで抑えていけば、彼の、勝利も見えてくるかと思います。はい、後ろの集団、早稲田出身ヤクルトの武田凛太郎が32秒差、その集団も引っ張り始めて46人という大集団になっています。まあ、こうやって集団で折り返し点を回っていきますと、少しこうペースの上げ下げがかなりあるということですから、折り返し点でも後ろの集団は少し力を使うわけですね。そうですね、やはり後ろの、集団後ろについているとですね、折り返した時に、差が相当開きますので、はい、給水の場所で以上に、差が開くと思います。はい、そして川内優輝がまた小川町のその交差点を過ぎて、腕振りがまた大きくなってきましたね。そうですね、またここで、上りでも下りでもですね、やはりこう動きを変化できるというのは、一つの筋肉だけを使わずに全身で走っている証拠だと思いますので、はい、いいリズムでやってると思いますね。はい、大体1キロのペースが3分7秒から3分8秒と、さすがにペースは落ちてきましたが、ただ諏訪さん、この雨ですから、この大雨の中、そしてアスファルトも濡れている中、川内優輝がまだ先頭を走って、折り返し点は6回ある中の5回目の折り返し点に向かっています。さあ、今先頭で川内が折り返していきました。後続をちらりと見合った姿もありました。さあ、どれぐらい高橋さん差が詰まっているか。はい、そうですね、思ったより詰まっていないなっていう印象ですね。きっと川内選手も思った以上に離れているなって今感じているんではないですかね。この第2グループを引っ張りますのがスバルの小山です。そしてその横には大迫傑の姿も見えています。大迫も淡々とした表情、まだ大迫から動くことはありません。そして後続、この追いかける第2集団が内幸町、この5つ目の折り返し地点を折り返していきますが、先頭川内が通過してから手元の時計で39秒から40秒というところですね。まだ集団大きいですね。まもなく33キロを迎えるところ、ただ後ろの集団が明らかに縮まってきました。ですから諏訪さん、37キロの上りが始まる前に追いつくかどうかというのが一つポイントになりそうですか。そうですね、やはり追いついておきたいところですね。はい、さあ、いよいよここまで独走を続けてきた、34キロ走り続けてきた、先頭を走り続けてきた川内優輝の背中を2位集団が捉えます。さあ、残り5メートル、一気に縮まってきました。赤い背中、川内優輝はただまたペースを上げましたね。また追いつかせないですね。川内優輝が逃げている。なんというこの走りでしょうか。川内の力強い走りが戻ってきました。この 10m の差、なかなか縮まらないという2位集団と、そして先頭を走り続けた川内優輝のこの魂の走りです。まもなく35km、今35キロを通過していきました。川内優輝先頭、そして2位集団との差がまたじりじりと離れ始めています。一旦は 5m、 現在はもう 10m 開いています。諏訪さん、この川内優輝の魂の走りです。そうですね、もう普通であれば一旦追いつかせようと思うんですけれども、やはり、絶対に譲れないこの、はい、心理は強いですね。これが川内優輝のマラソンの真髄です。その魂を持って後ろの集団につかせないように川内がペースを上げている。そしてその2位集団をずっと引っ張っているのが九電工の堀尾、その後ろに楽そうに走っている、すごくこう本当に柔らかい走りをしているのが赤崎、さらにはホンダの小山はニューイヤー駅伝の4区でも快走しました。そこにつけているのが、さらにナイキのその大迫傑という展開になっています。今先頭が入れ替わりました。さあ、いよいよ35キロを過ぎて先頭が入れ替わりました。九電工の堀尾が先頭に立ちました。ここでいよいよ2位集団が今先頭に立ちました。そして追いかけてくる2位争いは赤崎と、そして大迫、前回大会も3位でした大迫、そして川内が
4位へ戻ってきている。さあトラックに戻ってきました。2位に入ってきたのは九電工の赤崎。赤崎も夢を叶えたパリオリンピック内定。そして大迫再び3位。ここで消えることはできませんでした。4位に川内、川内は大健闘。お疲れ様でした。もうしょうがないですよ、やりきりましたよ私は。頑張った。いや店は作りますね。いやもう誰も来てこないです。じゃあ逃げるしかないです。いやでも途中行けたって思ったんじゃないですか。でもやっぱり集団が大きかったんで来るなと思ったんですけど、ただ追いつかれてからペースが落ちたんでラッキーと思って、私もそのままヒュッて行っちゃうと思ったので。いやもうあと一歩、良い。いや大迫選手勝ちたかったですけど、やっぱ強いですよ。勝ちたかったな。いやでもいいレースありがとうございました。いやおかげで、はい、ね、みんな普通に優勝8分ですもんね、これなんで全然8分だったら強いですよ。